お世話になります。いつもの挨拶でした。今日もイグザムのイグラジの時間、イグザムレイディオ、レイディオ始まるよ。イグザムの黒です。黒です。はい、本日もイグラジやります。え、やれんの？やるよ。大丈夫？やるよ。そのコンディションでやるよ。じゃあ、ちょ、聞いて。聞いてるわ。さ、辛かったことがあって、見るからにそうだね。僕さ、僕俺さ、髪型いろいろするの好きじゃない？そうだね。で、多分ラジオのあれにもなってる感じでさ、一周これ刈り上がってるんだよね。だからマンバンっていう髪型でこう全部上に、お侍、なんか侍ヘアちょんまげみたいに言い上げることができるんだけど、好きでその髪型をやってるわけね。で、まあ、かっこいいからやってるわけだ。そうね。そう、まあ俺の中でね。似合う。で、ある時電車乗ってて、で最初立ってたんだけど、まあ人が多かったから席が空いて、女性の隣に座ったんだ。はいはい。ちょうど目の前が空いたから、でその横が女性だった。でいつも通り髪の毛結い上げてて、でパンって座ったら、ごどみされて。そんな？ええみたいな。それはもう横ヘドバンだよ。そうで、俺はでも目合わせられないからさ、俺もこうやって横目で感じてたわけさ、ってことがあったりとか。めっちゃ見られてるなってなったんだ。だいたい目線がちょっと上なのよ。そしてで、またこの違う日にさ、友達と遊ぶ機会があって、で友達の職場の方も利用するような場所で遊んでたんだけど、普通にその日もね、髪の毛結い上げて、まあ、いつも通り遊んでたら、なんか後からその友達から、職場の人がその友達を見かけたって話をされて、でも声かけなかったみたいな。なんか横に俺がいたからだと思うよみたいな言われて、俺のせいなんって思って、すごい世知辛い世の中だなって思って、いいな貫くとはなってるけど、今日こんな感じです。五輪だねはい、もうこうなったら五輪だよ。どこを五輪にするの？全部全部。中学の時の俺になるけど大丈夫原点回帰って。いや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 